ちは。こんにちは。さあ今日もね、はい、この、練習場からですけれども、ね、はい、せっかくちょっとバットもあるので、うん、豊さんにちょっといろいろ聞きたいことを身振り手振り交えながらちょっと聞いててもいいですか。まず、はい、豊さん、はい、先日テレビで、はい、あの西川選手の広島の、はい、バッティングのフォームが変わったと、はい、言ってたね。はい、言ってましたけど、はい、あれはどう変わったんですか。あれはね、はい、ちょっとやってみるわ。じゃあちょっとこれ溶かしましょうね。まあ、例えばさ、はいはい、西川って、はい、例えばこうやって構えてて、うん、かーって回転で打ってたのよ、はい、回転で、うんうん、どんな球も、うん、例えば外でもこうやって回転で打ってたぐるっと、はい、ね、回転で打つと、うん、開きが止まらないんだよ、はい、ただ西川、今年の西川はこうやって構えてて、うん、こうやって打てるようになったんだよ。あ、回転してない、止まってます。回転してない、うん、ということはバットのヘッドが走るっていうことなんだ、はい、こう回転してたら体の回転の方が早いよね、バットのスイングよりも、うん、はい、なんでかって言ったらこう狭いから、はい、これくるっと回っちゃうでしょ。体の方が先ですね。バットの方が長いからバットが出てこなかったんだよ、はい、去年までは。でもこの前のレフトにホームランを打ったのなんかこのままこうやって打ってるんだよ。ここ動いてないですね。動いてない。それと、はい、この左足が残ってんだよね、ちゃんと。以前はこう回ったらさ、はい、ちょっと回してみ、 こっちを、うん、違う違う、うん、そうしたら体って開くでしょ。開きます。正面向くでしょ、はい、向いちゃいます。これが開かなくなった。あ、ここを止めてるからこう、こうってことですか。だからこういう風な形で持っていけるから、はい、だからバットのヘッドがうまく使えるから、はい、全然今年は大活躍すると。あ、いけますか。そのままいけば。これほあのご本人いつぐらいからこれ変えたんですかね。いや、変えたんだろうね、オフの間に。言われたですかね、やっぱり。言われたんだと思う。か、なんか、まあ、ビデオを見たりして。そうそうそう、研究して。でもそういうバッティングフォームを変えたりすると、それで慣れて打てるようになるまでってやっぱプロの選手って短く、いや、だからもうそれだけ振り込んでると思うよ。あのレフトに打ったホームランとか、その前にその次の日かな、センターの右にヒット打ったんだけど、はい、その打ち方なんかもう惚れ惚れする。本当ですか。これちょっとどこかで聞きたいですね、豊さん本人に。どうした。いやいや、聞きたいよね。ですよね。おー、これちょっと私あのこのオープン戦とか機会あったら見てみたいです。あの天才に磨きがかかったっていう感じ。あ、じゃあ今年ブレイクしますよ、完全に、うん、お、じゃあそのバッティングフォーム、あと、はい、DeNA の新外国人、はい、オースティン選手、はい、いや、あのオープン戦というかね、もう巨人戦からバチバチ言ってましたけど、もうね、無駄がないんだよ。無駄がない。無駄がない。例えばこうやって構えてて、はい、こうやって構えてて、うん、もう足をスッと出すだけなんだよね。それだけ、うん、それで あの人のいいところっていうのは、はい、こう打ちにいかない。はい、こう打ちにいったら右肩が出てくるでしょ、はい、そしたらスライダーだとかもうこう打てないんだよ、うんうん、でもオースティンの場合は右足に体重が残ってこっから下からちゃんと入ってきてくれるんだよ、ボールに、はい、そしたら体って開かないんだよ。ああ、分かる。開いてます。開いてます。とダメだけど、うん、だい外国人のバッターってパワーで任せてガーンって打ちに行くやつって多いんだけど、はい、あの人の場合はちょっとこうやって入るんだよ。へー、開いてないですね。開いてないでしょ、はい、だから変化球もまっすぐも打てる。おお、あ、そうなんですね。だからあの形を崩さなかったら、はい、オースティンも今年、うん、素晴らしい活躍すると。そうなんですね。ああ、じゃあ日本の野球に合ってる感じですか。もうね、野球っていうかそのメジャーの主流がこういうバッティングになってるんだよ、はい。そうなんです。ああ、うん、以前と違うんですね。ああ、パワーだけっていう、うん、だからそのバットの角度の入り方によって打てる打てないっていうのがもう決まってくる、うんうん、だからオースティンの場合はインパクトゾーンがすごく長い。はあ、こうやって入ってくるともうインパクトゾーンってもうここら辺しかない。ないですよね、このゾーンしか。はい、でもこう入ってきたらここまである。おお、広がりますよね。そうだから、ね、うんうん、残してホームランも打てるというか、めちゃめちゃ重宝されるようなバッターじゃないですか。横浜の23番って誰を思い浮かべる。昔外国人で横浜の23番、え、誰ですか。ロバート・ローズっていう救世主が来たんだ
優勝した時の4番あローズオースティンが23番つけてんだよ。ということは救世主大ブレイクするかもよ。うわ楽しみだ。いや楽しみでしょ。はい、お打線楽しみですね。いや楽しみ楽しみ。ただどうやって使うかっていうのが問題あるんだけど、はい、でもやっぱバットの角度の入り方、うん、インパクトゾーンが長い感じのバッターだけに、うんうん、これはあんまり大崩れするとは考えられないんだよ。あじゃあこのままシーズンずっと通して良さそうですね。もしかすると多分俺は打つと思うよ。あでこれでもう打ってくると何番に固定されるっぽいですか。いやどこでも打てると思うよ。だから今2番打たされてるけど、はい、2番でもいいしクリーンアップの一角入れてもいいし、うん、だからもうどこでもできると思うよ。うわラミレス監督嬉しいんじゃないですか。ただ横浜スタジアムだからさ、はい、やっぱある程度長打があってホームランで出やすい球場だから、うんはい、だからそういうことを考えると、うん、オースティンなんか持ってこいかもわかんないよね。ですよね、うん、お楽しみだな、うん、あと豊さんなんかこうオープン戦で気になったなんかバッターって小園いいね小園が好きなのよ知ってます知ってる小園選手大好きですよ。根尾との違いっていうのはあどこですか。小園ネオはやっぱりね、はい、こうやって構えてて、うん、回転で打とうとするんだよね。あ、はい、回転で打とうとだから回転で打ち出すと、うん、さとにかく腰を回せとか言われてるんだと思うかもわからないけど、はい、バットって腕で振るんだから、うん、腰じゃないですよね。腰はリードだけなんだから、うん、これができてんのが小園なのよ。小園はね、はい、どんな速いボールでも引っ張れるんだよ、はいうんうん、ライトポール際に放り込めるんだよ、はい、それなぜかというとパーンとここで西川と一緒だよ、うん、止めてますね開いてない打てるからネオは回転をまだ して打とうとしてるからダメなの。そうなんですね。だ回転一回忘れると、はい、多分打てるようになると思う。誰かコーチでも誰かいや本当にでも回転を完全に止めちゃうとダメなんだけど、はい、回転っていうのはある程度必要なんだよ。呼び水としてバットを出す、はいね、だけどそのとどっかで止めなきゃいけないんだよ。止まらないんだよ、うん、回転ってそういうことなんですね。豊さんはアマチュアの時でも現役になってからでも回転で打ってたことってあったんですか。いつの時代か回転しかなかった最初アマチュアの時。アマチュアの時はでもそれでも打てたんだよ、うん、でもプロになって速いボールだとかいろんな変化が、うん、変化を投げてくると、はい、打てないんだよ、うん、開いたらもう届かないとかさ、うん、開いたらついていけないとかなるんだよ、うんうん、だからいつまでもバットのヘッドっていうのは残しといて、うん、前行ってもいいから、はい、残しとかなきゃ、うんうん、そのためには残すためには開いたら残らないんだよ。もうここがですよね。もう出てやってるから手が、うんうん、そしたら打てないんだよ。それに自分で気づいたんですか。それともコーチ。いやそれは気がつくよね。あ気づいてで自分でこう開かないように回転しないように回転しないようにっていう風にしていったってことですか。うん、そうだからまあそういうことで、はいまあ、技術を掴んでいかないと、うん、ネオなんかすごいもの持ってるし、うんまあ、小園と双璧なんだよ、はい、そんな素質的には、うん、でも小園ができてネオができないという、うん、だからその差だけなんだけどね。もったいないですね。もったいないんだよ。そうですよね。そう確かにな。あとはなんか日本ハムが勝てない。そうなかなかこの、まあ、練習試合オープン戦含めて、まあ、来てましたよコメントで。でも有原がちゃんと投げたら、うん、有原2回で下ろして、うん、後のピッチャーが打たれてるとか、はいまあ、そんなに深刻になる必要はないよね。ですか。です。日本ハムのファンが大丈夫かなって、うん、いや俺も北海道に解説行ったりするから頑張ってもらわないと。そうですよね。張り合いがなくなっちゃうからさ。そうですよね、うん、でもまあ仕上がり状態という意味では、はい、ちょっと遅れてるかなっていう感じはするよね、うん、ただまあ若手を競わして、はい、まだ若手を使ってるような段階でもあるし、はいまあ、こんちゃんもちょっとペースは上がってないかな、うんうん、中田もそうだけど、はい、でもそこら辺はもう俺はシーズン入ったらやると思うし、うんうんうん、で有原がしっかり ね6回7回投げていけば、はい、それは勝てるし、だからそんなに心配することはないと。ないですか、うん、じゃあ今の12球団今の段階でちょっと心配だなっていう球団はまだなさそう。心配なのはね、うん、阪神の若手がいろんなポジションやらされてるんだよ、はい、で一つのところができないのに、うん
いろんなポジションを試されてるのね、はい、まあ、試してるから別にいいんだけど、うん、そこにミスが生まれてるのよ、まだ。あ、だから昨年の阪神っていうのは、はい、チームの失策数っていうのはすごく多かったでしょ。100いったんだっけ。多かったですね。多かったよね。だから、うん、それがまだ改善されてないなっていう、うん、もう専門職でこのポジションしかお前には与えないっていうと、はい、もうそこで必死に生きる道を見つけるんだけども、はい、まあ可能性を秘めた選手が多いから、うん、いろんなところを やってる。そうですよね。そうなってくるとやっぱりね、一つのポジションでも全然違うわけよ、うん、言ってましたもんね、以前ね、はい、だからその感覚が芽生えないうちに、うん、いろんなポジションをやらされると、まあ、ミスが出てもしょうがないなっていうのは感じる。ですよね。でこのままシーズンに入った時に俺一体どこのポジションなんだろうっていう、そうそうそう、ちょっとなんかこう探り探りのままそのポジションに入っていくっていうのは、それとね、うん、一つのポジションをやらせないと、はい、責任が生まれないんだよね、そこのポジションに対する自分の。そう、うん、まあここはなんか久しぶりにやるからもしょうがないだろうみたいな、うん、まあ、責任転換になっちゃうというかさ、はい、だからそれが怖いよね。そうですね。だから早く、まあこれはもう自分で勝ち取るしかないからさ、ポジションは、うんうん、だから早く一つのポジションを阪神の若手には勝ち取ってほしいなっていうのは思うけどね、はい、うん、そうですね、はい、じゃあ逆にこう12球団見ていて、あ、このチームいいなっていうなんかありました？まあ、順調に来てるのは、うん、いやでもほとんど順調には俺来てると思うよ。そうなんですね。うん、DeNA がよく見えるし、はい、まあ、巨人もそこそこいいし、はい、まあ、巨人菅野投手が新フォームに、ね、いいね、うん、なりましたけど、いいし、だから、まあ、そんなに他の球団は心配してないけどね、うん、じゃあちょっとその阪神 の、 その守備というかポジションのだけが、うん、ちょっと心配だね。心配ですかね、はい、まあまあ大丈夫でしょう、合わせてくるでしょう。3月20日に合わせて、ね、阪神のね、はい、外国人のピッチャーはいい。あ、そうですか。いい。お、また阪神の投手陣の厚みができた、はい、そうなんですね。楽しみです。ちょっとこれはね、阪神のこうピッチャー陣ちょっと注目して見ていきたいですね。そうですね、はい、はい。